今日は懐かしい映像からスタートいたします。現在我孫子駅に来ております。これ動画自体はですね、ちょっと前の映像を使っているんですけども、懐かしのスカ色の E231 系がいるんですが、実際に今我孫子駅来ておりまして、今はもうスカ色ですね、元の色に戻っているんですけれども、これからですね、常磐線のめちゃくちゃ早い終電に乗っていきたいと思います。現在の時刻が午前7時40分ぐらいなんですけれども、いやそんな早い時間に常磐線の終電なんてあったかなって思った方、実はですねあるんですよ。乗り逃しても別に大変ではないんですけれども、最終電車の取手行きに乗っていきたいと思います。めちゃくちゃ早い取手行きでございます。では本日もよろしくお願いします。はい、ということでこちらは常磐線の我孫子駅でございます。今度の発車はですね、19時49分の各駅停車取手行き、その後20時に代々木上原行きっていうのがあるんですけど、代々木上原行きは東京方面に向かう上り電車ですので、下り電車我孫子駅から出発する各駅停車はこれがもうこの時間が最終でございます。明らかにこの電車は東京メトロの車両でございます。東京メトロ1万6000系と呼ばれる、6000系の後継車両なんですけれども、車内放送はですね、聞き慣れた JR 東日本のあの声でございます。この電車ですね、綾瀬駅を境に、東京メトロの音声、JR 東日本の音声が切り替わるようになっております。 なので、JR 東日本管内は馴染みのあの声が聞けるという感じです。次は天皇台です。ちょっと見えづらいんですが、19時52分の取手行き、この取手行きですね、電車のドアが閉まって数秒経つと表示が消えるはずです。最終電車なんで次の表示はもうないはずなんですけど、ちょっと見えづらいですね。今や最後の最後で消えたの分かりましたでしょうか。この電車が終電だという証です。車内はガラガラです。誰もいませんね。なかなかその常磐線各駅停車で取手行きっていうのはあんまり知られていないんで、それもあるかと思いますね。次は終点取手、お出口は右側です。常磐線The next station is Torino Terminal, JL32. The doors on the right side will open.
Please change your form, the Jōbō Line 4, Fujishiro, Asuchiura, and the Kanto Tetsudō Jōsō Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to seeing you again. はい、ということで終点の砦に到着いたしました。これがですね、まさに常磐線の各駅停車の砦発の最終電車終電になります。我孫子発は19時台、そして砦発は20時台ですね。これ砦駅は1番線2番線に到着します。この電車折り返し20時17分の発車なんですけれども、この電車が発車するとこの1、2番線ホームはもうその時点で入れなくなります。一応こちら20時4分の遊戯上原行きで、2番線は20時17分の遊戯上原行き、この20時17分発が最終電車になります。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画役に立ったいいな思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、施設のフォローよろしくお願いします。メンバーシップ月額90円から提供しております。ぜひ概要欄ご確認の上ご検討ください。ご視聴ありがとうございました。駆け込み乗車はおやめください。